NNB48 のジャングルレディオ、改めまして木曜日のパーソナリティは、はい、元気と笑顔がいっぱい詰まったみーチャンネル始まるよ。イエーイ、みんなちゃんとみーや。はーい、テンション低くない？はい、奈良県出身18歳のみーちゃんこと中野未来です。そしてはい、マリンと大勝負だ、じゃんけんしょ、ドサンクラマシー見せたるべさ。北海道出身21歳マリンこと勝負マリンです。イエーイ、ちょっと、はい、もうびっくり仰天挨拶から。そうです、今日はね、うん、あのミラコしかテンション高くないです。ほんまや、みんなテンション上げていきましょうね。うあの笑わせて、はい、笑わせます。じゃあとりあえずね、そのオープニングの曲を流したお便りが来ているので、はい、読みたいと思います。はい、東京都にお住まいのラジオネームとしあんどたかさんからいただきました。はい、新選組社員でカレンさん、今日ゲストのナナホ、そしてパーソナリティのミラコがユニットで披露したこの楽曲、こじはるに憧れて王道雰囲気を醸し出したカレンタン、ギャップ萌え萌えだったナナホ、で可愛いと元気を合わせたブリッコ全開なミラコのコラボレーションは破壊力抜群でした。またあの暑さを思い出したいため、リクエストしましたということで、あ、私はあの、そうだね、ユニットでハート型ウイルスをしたので、はい、一番可愛かった未来が。いやでもね、ミラコね、うん、ステージで輝くタイプなの。え、ほんまに？いや、ほんとほんと、リハーサルとか見てたら、うん、あの表情めっちゃいいよ。え、嬉しいし、なんか褒めたくないけど、ね、なんか鼻で笑われてんのよ。いや、あ、そう、あとナナホさんとあのシンメっていうか、うん、あれだったじゃん、うん、そう、それも良くて、やろ、びっくりしちゃった。あのカリンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一つ来ているので、はい、見たいと思います。大阪府にお住まいのラジオネームひろかつさんからいただきました。ありがとうございます。マリンちゃん、ナンバー新選組お疲れ様でした。マリンちゃんを、え、うん、マリンちゃんをロックオン、最初から最後まで目を離さず見てたよ。次の8月のコンサートもマリンちゃんが楽しみ。ちょっと待って、ね、みーちゃん泣くない？これマリンしか見てないみたい。もうちょっとさ、1個ぐらいみーちゃん入れようや。もうマリンしか見えないの、この方。はい、何を入ってこへんかった。また8月、あ、違う、また練習期間が続くと思うけど、無理しすぎないように頑張ってね。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。きっとミラコには言ってない、これ言ってないな、ミラコにも、うん、ね、また何でしたっけ、初夏ライブがあるので、うんうんうん、またね、近くなったら多分詳細が出ると思うので、そうです、ね、こちらもご確認お願いします。お願いします。それではね、もういっぱいちょっと話したところで、はい、私とね、ナンバ新選組のグループが一緒だったあの方を、あの方を呼びたいと思います。今日のジャングルメイトに登場してもらいましょう。はい、どうぞ。はい、1、2、3、4、5、6、7、ありがとうございます。生ノンファンデーションガール、大阪の出身19歳のナナホこと川ナナホです。よろしくお願いします。イエーイ、ヤッホー。なんかテンションがさ、おかしいよね、この人。ほんまに、うん、いや今日はね、うん、素晴らしい回になると思うから、いや、ハードルを上げすぎてさ、それで聞いてる人がさ、よっしゃ楽しみにしとこうってなってさ、結果なんか悪いみたいな。お前はどうする？そうだ、なんかミラコが今日ね、かかってるから、かかってるからね。やめて、お腹減ってるから。どういうこと？意味が分からないってこと？頭回らへん、そんなん言われたら。いや、言うな。ナナホはあれ、私たちは第8代目のパーソナリティで、ナナホは前のパーソナリティで、そうですね、ミオさんとね、うん、ちょっと未来緊張してるよ、見られてるから。なんでな、あのマリンも、うん、あの一応あれですか、歴代として、うん、あの先輩の、うん、だからなんかラジオの、 あのスキル試されてるかなとか思ってちょっとドキドキしてる。そんななんか偉い人みたいになってるけど、そんなことないから。めっちゃなんか今日もオープニング撮ってるときめっちゃ見てる、めっちゃ見てる。見てない、見てない、待って、見てない、待って、見てよ、見て、見て、見て、過剰が過ぎるねんけど、どうしよう。まあね、ちょっとお便りが来ているので読みたいと思います。八尾市にお住まいのラジオネームラグリン森田久美さんからいただきました。久しぶりにジャンレディ木曜日の放送でナナホちゃんの声が聞けるとあって、登場
登場予定告知を見てからずっと楽しみにしてました、うん、最近私自身も猫好きということもあり、ななほちゃんをはじめ猫好き NNB メンバー推しになりました。ところで最近久しぶりに〇〇しましたってことはありますか？ちなみに私たち最近久しぶりに携帯の機種変をしました。ほう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 。ラグリン、私なんて言うの、タグリンあれ名前間違ってるらしいですよ。ミラコさん、ダグリンさんからいただきました。ミラコね、結構ね、あの濁点つけすぎなのよ、ね、いろいろ。濁点って何？え？バカよ。点点点点。点点。可愛いやん、そっちの方が。はい、可愛い。絶対分かってないよ。最近？最近はベッドの配置を変えた。そうなの？うん。めちゃくちゃの部屋ってなんか光が入らへんねんか、太陽の、だからちょっと場所を変えたら一気に明るくなって、そう。え、ベッドの位置どこにしたの？絶対分からへんねんって言っても。家の構造し行ったことある？行ったことある。ある、うん、もともとねあるやん、ベッドの、あるな。から、いや分からへん、分からへん。その窓側の、あれ服とかかかってたとこ、あそこにした。そう、もうグッて寄せた。あ、そうそうそう、寄せた。全然ね、ファンの人とバリン分かってないから、これ見れば分かったから。分かってるかも。分かってみない。なのほど家行ったことあるし、1回だけですけど、ね、マウント取られてるんだけどそんな来てないけど。そうやね、そんな意見ある？なんか私、特にないから。ないんかい、ないな。なんかしたっていうこと。あ、けどドッキリこの頃あのかけたいなっていう気持ちがさらに強くなってきたから、そう、また誰かにドッキリかけたいなって思います。あ、マリンは？ありがとうございます。マリンもね、そんなね変化はねないんだけど、ないよな、まあダイエット始めたかな。おー、いいことや。っていう変化はあります。じゃあね、この3人の変化を聞かれたと。聞かれたね。大丈夫か。聞いていただいたということで、はい、気を取り直しまして、さて、このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NNB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。またこの番組はパソコン、スマートフォンからでも聞けます。FM プラプラならアプリ DSFM を設定すると、アプリから直接メッセージが送れたり、番組ホームページやブログにアクセスすることができます。詳しくは ESFM のホームページをご覧ください。あと Twitter はハッシュタグジャンネミモクやミラマリチャンネル、すべてひらがなで、ぜひツイートしたり実況してくださると嬉しいです。NNB48 みーちゃんとマリーのジャングルレディオ、皆さんこんばんは。ハッシュタグミラマリチャンネルの部屋へようこそ。ここからはさまざまなお悩みに対して、また番組独自の解決方法をアドバイスしていきます。え、さて今宵も素敵なお客様をお迎えしてまいります。間に合わない、間に合わない。大阪のアイドル NNB48 として活躍している川野奈々穂さんです。よろしくお願いいたします。いい感じで、ね、大丈夫かしらね。ミラマリチャンネルの、え、いや、改めましてこんばんは。ミラマリチャンネルの部屋、俺がみーちゃんこと長野未来です。そして俺が勝負マリオです。ここでお便りが来ているから読みたいと思います。ただうるさいだけやん。よろしく。佐賀県にお住まいのラジオネームゆゆゆゆさんからいただきました。ありがとう。マリンちゃん、未来ちゃん、メイトさん、こんばんは。いつもリピート放送で楽しく聞いてます。特にミラマリチャンネルの部屋が好きです。今後も変なキャラ期待してます。今日のキャラはイケメン王子様風ってことなんだけど、これキャラじゃねえよな。いや、マリンはまあいいと思う、イケメン。おー、やった、あなたはちょっとただうるさいだけなの。こっちは真剣なんだ。続けて続けて続けて、はい、行くぜ。ナナホ、最近悩みがあるって聞いたんだけど大丈夫かい？話してくれるかな。あ、感じ悪じゃん。はい、実はですね、ちょ、同期の中野未来っていう子からのアプローチがすごくて悩んでるんですけど、ちょっとどうしたらいいんですかね。なるほどね。なるほどな。本人がいるじゃねえか。いりますかね。いねえよ。いねえのか。中野ミラコだぞ今。中野ミラコ。なんかミラコだぞ。なんか意味もなく電話してきたりとか、なんかちょっと急な用事かなって思ったら、ただちょっと報告しただけとか。
なんかちょっとそういうのが多くてあまり必要ないそう必要ないと思いまして。あ、なるほど。でなんか頻繁になんかすごいなんかね、うん、すごいグイグイ来るんですよね。どうしたらいいですかね、うん、なるほどな。こんなのお悩みは解決一発で解決だぜ。もう答えが決まったのか。当たり前だろ。じゃあ行くぞ。おっす。では俺たち二人から熱いメッセージを、メッセージアドバイスをしていくな。な、していくわよな。まずは勝負マリオのマリンロ。フル虫でいいぞ。やっぱり間違いない。こういうのは、うん、あの相手にしない。あ、やっぱり、はい、相手にしなくてもめげずに来るから。そうですよね。めげずに来るからもう放置。そうですね。確かにそれいいと思います。まあまあそれも一理あるな。否定もせず、うんうん、受け入れもせず。あ、なるほど。っていうのが一番と。他人ということで。そう、他人でよろしく。ありがとう。続いて中野美良子からのポジティブアドバイス。全部受け止めてやれ。真逆来たな。これはな、チューしてとか言われたら全部してやれよ。ちょっとそれは嫌なんだ。嫌、嫌だ。してやれよ。よくなんか言われるんですよ。なんかチューしてよみたいな。いや、なんか普通に、まあ、あの、女として見ても無理だって。うん、言ってたな。そう、言ってるんですよ。聞いたぞ、それ。そう、だから、結局は無理なんですよ。うん。だから無理です。そうです。やっぱ言葉が出てこない。同性としても異性としても見られない、見れてない。めっちゃ責められない。めっちゃ責めない。その通りなんですよ。異性としても同性としてもどっちにしろ多分無理なんですよ。だってよ。そう。あ、けどあの僕ミラ、その中野未来ちゃんと知り合いなんだけど、うん、聞いたら七穂、うん、ちゃんで本当ツンデレだから嫌になっちゃう、ツンデレって言われるんですけどツンしか出すことないんです。デレとか一切なくて。うん、なるほど。参考になったかい。ぶった切ったな。まあ、マリオの方はなったかな、うん、よっしゃ、うん、嬉しいぜ。もうそんな贅沢言わずに全部受け止めてやれよ。ちょっと考えときますね。、うん、そして今回はもう一つリスナーさんからのお悩みを紹介しています。していきます。紹介していきます。ラジオネームアロンさんからいただきました。アロン。私は10年ぶりぐらいにお見合いパーティーに参加しようと思ってます。カップリングパーティーと言われるパーティーは回転寿司みたいに男性が女性の隣に座り、NMB の握手会みたいに10秒ぐらいの会話を交わします。私は人見知りだし全くモテた経験がありませんが、ボラ。知らない職業の異性と話すのはとても勉強になるし刺激になります。でも昔そのパーティーで知り合い結婚直前まで行った人と破局してすっかりトラウマになってしまいました。そのトラウマを乗り越えて友達から始めるきっかけを作るには短い時間で女性にどうアドバイスすればいいのでしょうか。もしよかったらヒントをください。なるほど、なるほどな。なるほどな。なるほどな。回転寿司のように回っていくんだね。回転寿司か。いやー、これは勝負マリオ的に一択しかないんだよ、ね、お、ワテも一択しかないな。お、早い。早いの。当たり前だろ。じゃあ俺たち二人からアドバイスしていくわよな。なんで、ちょっとなんか混ざってんのよな。ちょっとわよなってちょっとなんか混ざってんの。まずは勝負マリオのマリンラン。お金で女を引きつけろ。最低。最低。やっぱりそういうお見合い系とかに行くまでもうあの出会いを求めているっていうことだから、うん、やっぱり女の子はねお金に目がないかなって。世の中は結局金だぜと思うわ。いいな。確かに。どうかな。それも一理あるな、うん、じゃあ続いて中野未来からのポジティブアドバイス。中野未来って言った、うん、ぐいぐい行こうぜ。どうやって。だから中野未来ちゃんみたいな、中野今中野ミラコなんだけど、うん、中野未来ちゃんみたいに見習って、見習ってこうキスしてとか。絶対それで成功してないじゃん。誰もやってこないなこれな。来いって難しいな。
難しいんだよな。難しい結局は。まあそうだな、うん、成功祈ってるぜ。祈ってるっちゃ。どうだい、参考になったかな。このメールでは子猫ちゃんたちのお悩み相談を募集しているぜ。メールかおはがきで待って。このコーナーでは、ね、このコーナーでは子猫ちゃんたちのお悩み相談を募集しているぜ。メールかおはがきで待ってるから絶対送ってくれよな。 NNB48 みーちゃんこと中野未来です。ジャングルレディオ木曜日とかけまして劇場公演と解く、その心は世界一楽しい時間でしょう。7月11日の七歩クイズ。このコーナーでは毎回 NNB48 メンバーのある1日の行動を紹介しながら、その日にあった出来事をクイズにしてもらい、それを私たちが答えていくコーナーです。回答は2択形式で正解数が少ない方が負けになります。ただし2人のうち1人でも全問正解したら出題者の負けとなるので頑張ってください。クイズの結果負けた方には罰ゲームが待ってますので、そちらもお楽しみに。はい、じゃあそれでは今日の出題者はナナホです。はい、今回私の7月11日の1日の行動からクイズを出しますのでお楽しみに。あの、はい、覚えてなさすぎて過去のことを。確かに、なるほど。結構最近でも分からへんのに、うん、やばいなって思ってきました。楽しみにしている。じゃあいきますね。はい、7月11日日曜日のパワーナナホの1日、まず9時に起床。うん、早っ。その前の日がねライブだったんですけど、うん、あ、それなのに。そう、なんか偉すぎ。もうあの5時ぐらいに目覚めて、うん、朝の、そう、7時ぐらい目覚めてとかめっちゃあって、うち、だから9時に起床しました。はい、でまあね、もうゴロ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 してたんですよ、とりあえず午前中。そうだよね。そして12時、ここでまず1問目なんですけど、私はこの時間に限らず一日中とあることをしていました。そのとあることとは何でしょう。分かった、分かった。またミラコのこと考えてる。違う、まず2択出しないからさ。選択肢にもないから、ちょっと待ってね。ごめん、はい、A 映画鑑賞、うん、B ひたすら食べまくる、ライブが終わったから。そう、やっぱライブって、うん、もう見た目も大事じゃないですか、うんうんうん、だから、うん、そう、ちょっと制限してたんだ。そう、分かった分かった、マリンも分かった、ミラも。ではせーのでお答えください、はい、せーの、 B、 ブブーマジ映画好きやったっけ。映画っていうかその韓国のものを見るのにハマってて、だからか LINE でね、なんか韓国映画おすすめあるみたいなの聞いてきてくれた。あ、そう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 、あ、そうなの。え、知ってんの韓国ドラマ。あ、未来ね、あの一番おすすめなん言っていいですか、ここで、うんうんうん、あの七番棒の奇跡っていうのがマジで泣けるから、初心聞いてもないんです。そう、みんな見て。みんな見て。マリンのおすすめのやつは、うん、ID はカンナムビズ。あれがちでいい。知ってんのよ。いや、見た方がいいよ。いいよ。本当に。ID はカンナムスタイル。カンナム美人。カンナム美人。うんうん、そう、なんか最近は、そう、アニメももちろん好きなんですけど、うん、そういう韓国のドラマとかにもハマってて、うんうん、ほんまに一日中見てました。じゃあ私たち負けちゃった。もうこれだもんね。今1点失ってるから。はい、どうぞ。続き。はい、続いては14時。まず昼寝をしました。あった？あら。なんか、まあ、これはまあどの日にも限らずなんですけど、うんうんうん、絶対に2時ぐらいには眠くなるんですよ、私。ああ、わかる。だから自然と寝てしまうことが多くて、うんうんうん、クーラーガンガン効いた部屋で昼寝をしていたわけなんですよ。特になんかご飯も食べたんですけどね、うん、でもご飯食べる気起こらなくて、その日は、うん、全然爆食いしてません、うん、その日。あ、逆だったね。さあ、いつもならね多分してるかと思うんですけど。そして16時、まあ、やっと動き出したんですよ。遅いね。まあそこで、まあ、第2問目です、はい、その日誰かと会話してたんですけど、その会話していたのは誰でしょう。え、会話って家の人？まあ、それもまあ選択肢にあるんですけど、まず A がメンバー南ハーサとか、その中今中の未来はちょっとわからないんですけど、うんうんうん、え、中いいメンバーやもん。そこに引っかかっちゃった。残念です。で B が猫。猫な、猫とか言うけどね、南ハーサとナナホナめっちゃ連絡してるから、うん、マリもしてるよ。待って、ミラもしてるから。うわ、3人のマウント。え、わかったわかった。ほんまに？うん。わかった。いやー、いやー、会話でしょ？どっちもありえるよね。ありえる、どっちも。難しいわ。悩むなぁ。OK、OK、OK。では、2人で、せーのでお願いします。せーの、A。
お、分かれた。A？ A、未来が A。B。正解は、悔しい。あ、まだ分かんないわ。B です。ごめんな、したのに、ごめんな。なんで猫と会話してんの？確かにハーサともちょいちょい話してはいた、うんうん、けど、それ以上に猫と会話してた。やっぱ癒やっぱさ、癒しをさ求めると動物に行くよね。あのね、話すとき猫と話す IQ が3になるよ。かわいい。ヤニャンとか言うの？みたいな。未来バージョンでやってみてよ。いや絶対やだよ、ね、絶対無理やねんけど。マリンも、マリンも、マリンもやるの。気持ち分かるもんだって。なんかこう、まあ、帰っては来ないけど、うん、スリスリしてきたりするから、永遠一人で会話し続けるっていうことをしてて、うんうん、それが多分外にまで聞こえてて、あれ、親が散歩行ってる時とかに、うんうん、まあ、帰ってくるやん、うん、なんか外まで聞こえてんだよね。やば。結構大声でやってる。多分あ、窓とか多分開いてた時に相当聞こえてるんやと思う。やばいやつやんって思いながらやっています。はい、では次、最終問題じゃない？次、あ、そうですね、最終問題。え、じゃあ今どういう感じ？私1的に、あ、ゼロやゼロ。マリン1点。やる、同点やん。やばい、次で決まる、うん、次で決まる。 OK、 はい、じゃあまず20時に、うん、まあね、よく電話すること、電話したりとか、うん、まあ、ゴロゴロしたりとか。せやん、みんなかけたらさ全然電話らへんねん。うんうんうん、その子やろ。なるほどね。この間電話してたんやけど、うん、そのことな、うん、そしたらみんなから電話かって言っても不在着信になるやんか、うんうん、待って、誰と電話してんの、嫉妬ってきて。嫉妬無理。浮気。そう、浮気で、ね、ごめんって言って、毎日ちょっと電話してること、電話してたわって言って、うんうん、何それみんな。そのつなぎの、つないであげるの結局、うん、あ、つながへんよ、その頃から。残念でした。ありがとうございます。ただね、今ゴロ、もうひたすらゴロゴロしたりしてたんですよ、うん、はい、でまあ0時寝ました、うん、ということなんですけど、最終問題です、はい。まあ、結論、うん、一日中私はどこにいたでしょう、まあ、家の中でね、うんうん、外出てないから、その日行ったくじゃない。で A、はい、家のベッドの上、うん、B、 家のベランダ、え、ベランダで、ベランダに、ベランダに猫がよくいるんですよ。なるほどね。で猫と会話するんよ、そこで。一日中はきついよ。いや、きついよ、ベランダ。B がベランダ、 B がベランダ。オッケーオッケー、はい、では、では答えお願いします。せーの、 A、 え、 A、 B、 B、 A、 A、 じゃあ正解いきましょうか。うんうんうん、ちゃう、未来。いやいや、そんなことはない。裏手を取って A です。イエーイ、ベランダに寝るわけないじゃん。言わけないじゃん、そんなよ。そんな言ってくるから B かなと思うやんか。違う、多分ミラコなら B を選ぶと思ってあの入れたんだよ、わざと。だって一日中だって映画鑑賞して、昼寝して、電話してゴロゴロして、ベランダ、家のベッドしかないやん。忘れてた。おまかでしたね。やっちゃった、はい、ということで、ミラが0問正解、マリンが2問正解で、ということは今回はマリンの勝利です。イエーイ。ミラコが罰ゲームです。行ってまいります。その罰ゲームとは、パーソナリティならできて当然、うん、早口言葉チャレンジ。はい、今回はナナホがパーソナリティの時に挑戦していた早口言葉に挑戦してもらいます。ラジオのパーソナリティなら当然できますよね。当たり前じゃないか。挑戦してもらう単語はこちら、見てください。いいですか？大丈夫、練習したらあかんねん。ダメだよ、うん、もう今もう、ま、うちも押さえたからあかんからな。パッて開いた瞬間に読んで、はい、それでは準備はいいですか？はい、3、2、1。今日の生なら、ならなままま、ご生組、生組、生組玉。今日の生なら、ならならまぐは生組、生組、ならなら。めっちゃ言えたやん。言えてないよ。いごめん、あかんな。なんか、多分ちょっとミスったよ、わざと。ごめんなさい。もう、わかる、読めへんねん、日本語も。はい、皆さんは何問正解しましたか？以上、7月11日の七歩クイズでした。ジャングルレディオ、木曜日。バビンと勝負だ、じゃんけんしょ。ジャングル楽屋ニュース。ここからはジャングル楽屋ニュースのコーナーです。このコーナーは私たちが集めてきた NMB48 メンバーの楽屋ニュースを勝手に発表しちゃおうというコーナーです。早速私から始めたいと思います。マリンのジャングル楽屋ニュースは、ナナホさん。何？何？
え、なんか最近あの急激にあのちょっとお話ししたり ね仲良くなるようにな、なったんです。そう、それのきっかけというのも、はい、あの七穂さんがあのタメ口にしていいよって言ってくれたり、急に言ったんやな。そうそう、タメ口でいいよって言ってくれたり、うん、あのさんつけなくていいよとか呼び方に、そうやね、そう、そうやって言ってくれたから、うん、ちょっといきなり距離が縮まったんですけど、あのね、どうしても、あの、さんつけちゃうんだよね。そう、しかも、なんか、こう、連絡するときに、たぶんその、言って直後ぐらいに、うん、ちょっとタメ語にしようと思ってたんやろな。うん、でも、うん、ちょいちょい、変な絵文字でな、さんとか、ですとか入れて、ぱっと見全然、おタメ語ぱっと見タメ語に見えんのに、うんうん、ちゃんと敬語やってんな。何？いや、なんかどうしても、やっぱり先輩っていう意識はあるから、あの敬語タメ口にしつつ、あの敬語の部分だけあの絵文字を使うっていう。ちょっと待って、ミラの時すぐミラコやった。、うん、許可もなしにミラコやった気がするの。あれ、いや、それはもういいかなと思って。やばすぎやな。なのでちょっと3、うん、なんて呼ばれて呼んだらいいんですか。なんでもいい。ちょっとタメ語で喋りやん、ちゃんと。Okay、それはしてたね。え、そう、できる、できる、うん、呼び方の問題じゃん。なんでもいいね。え、無理。え、七穂は無理。七穂たんとかどう。え、呼んでるやん、だってミラコが。じゃあ呼び捨てできるように頑張りたいと思います。頑張れ、頑張れ、はい。それじゃあミラコ、あ、私ですか。はい、あ、ちゃうわ、ナナホさんだ。はい、あ、ナナホ。そこで出してくんなよ。はい、それでは続いてナナホのジャングル学園ニュースは、かわいすぎて禁止。ありがとう。違う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 、それはあのこの前の出来事なんですけど、ライブの練習をした時に、たぶん、さつき愛花が、急に多分抱きついてきたんですよね。あー、よく見る。そう、愛花。そう、愛花よく最近連絡くれてて、よく抱きついてきたりするんですけど、それを見てた岡本玲奈ちゃんが、玲奈ちゃんが、玲奈七本さんと同じチームなのに抱きついてもらったこと、前のに出てきた。かわいい。もう、その場にいた出口優衣奈とうちが発狂して、ちゃんとギューしました、自ら。でもね、その後ね、私、牛しに行ったんですよ。誰に？ナナホに。帰りましたからね。ごめんな。やっぱ対応の差があるね。そうそうそう、やっぱ可愛かったよ。いやー。ナナちゃんマジ、あの、社員でもね、一緒やし、うんうんうん、ウィンクでも一緒やから、そっか。さらに、もう、距離が深まってるね。もう、嬉しかったよ、私は。いやー、愛しいのよ。愛しいのよ、わかるか、この気持ち。この気持ちわかる？わかんないな。そう、めっちゃキュンキュンしたエピソードでした。いや、いいですね。マジでよかった。もう、またもうミレナちゃん本当に待ってますね。いいな、未来は遠慮しときます。しばくぞ。はい、では最後、未来から学園ニュースお願いします。はい、それでは中野未来の学園ニュースです。ついに、はい、何、はい、何、このジャングルレディオを卒業します。あ、違う。最近こんな、ついにで、ついに。なになに、このジャングルレディオをね、聞いてくだ、ずっと聞いてくださってる方はわかるんですけど、まあ、クワガ初見さんっていう方もいると思うんで説明するんですけど、私ね、シャブマリに1年ぐらい前から借りている T シャツをね、1年やばいですね。ずっと持ってこい持ってこいと言われ、ついに今日、持ってきました。あ、ありがとうございます。待って、待って、何も袋に入ってないのやばくない。じゃあ、しかも破れてんねんけど、袋。今が袋に入って。やだー。じゃあ、あの、贈呈したいと思います。生身で渡されるんだ、はい、これ。ちょっとソーシャルの壁があるから、ほんとありがとうございます。やし、投げられました。最後まで雑でした。はい。どう？ 1 年ぶりぐらいに帰ってきたけど。いいね。ちょっと後でね、あの、布ちぎれてないかとか。汚れてないか。汚れてないか、ちゃんとチェックするわ。なんかあるとかなかったな。うん。まあでもありがとうございます。返して、ありがとうね。また、トン T シャツとも名残惜しいわ。さよなら。さよなら。はい。また、面白いネタがたまったら、このコーナーで発表しますので、お楽しみに。ということで、以上、ジャングル楽屋ニュースでした。ジャングル515。ジャングル515のコーナーでは、ミラマリスナーの皆様からいただいた、私たちやジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。そして一番良かったベスト川柳に選ばれた方に私たちからメッセージをプレゼントしますので、皆さんどしどしお送りください。では最初の作品から紹介しましょう。ラジオネームふみやさんからいただきました、マリンをテーマにした作品です。では一句。マリンロン B 型メンバー天下取る。七穂さん、
マリンちゃんは先日開催されたトーク向上委員会に出演されていましたね、うん、そこで NNB48 あるあるとしてマリンちゃんが NNB では B 型のメンバーが天下を取ると言っていましたね、うん、調べてみるとシングルでセンターを経験しており人気メンバーの山本彩香さん、渡辺美由紀さん、白間美瑠さんは B 型でした、はい、しかし須藤りりかさん、吉田あかりさん、太田優里さんなどB 型でないメンバーもセンター経験を持ってたのであのね、七穂に見られてると思ったらほんまかんじゃん。いや、ほんとに嫌だ。なんかリアルだからやめてほしい、ほんとに。ごめん、ほんまに緊張する。いや、早く呼んで。なんかリアル。声って聞いてんだよ、ファンの人。人気メンバーでしたね。七穂ちゃん、ミラコは A 型、マリンちゃんは O 型と、皆さん B 型ではありませんが、これから NNB48 の天下を取る可能性は十分ありますね。3人の今後の活動も目が離せませんね。やめた。いや、そうなんですよ、うん、え、知ってた？知らんこと。いや、本当にでもなんかそのさっきの、うん、あのあかりさんとか、うん、ゆうりさんとかも、うん、AB 型なんですよ。 B が入ってるね。絶対 B がちょっと入ってて、そうだからなんかね、なんかあるのかなって。え、今 B 型のメンバーは誰？分からん、分からへんの。未来もれいこさんとか、 あとはみかにゃんとか、そこら辺かな。まあ、調べてください皆さん。まあ、みんなホームページで調べたらちょっとわかるかもしれません。うん、なるほどね。はい。まあ、そういう説もあるよっていうことで。そういう説もあるのでちょっと注目しながらですね。お願いします。します。まあ、その B 型以外のメンバーもね、はい、応援してください。お願いします。お願いします。では次行きたいと思います。茨城県にお住まいのラジオネームシューシューさんからいただきました。未来をテーマに作品です。では行く。ひつまぶし、絆の証、K ポーズ。先日行われた NMB48 ナンバ新選組公演、太陽の陣、炎天下で走り続けろの北川景子の曲中に、川野奈穂ちゃん、南ハーサちゃん、中野未来ちゃんの3人が集まって謎のポーズをしていました。その時は同期3人でなんかやっとんなくらいにしか思ってなかったのですが、後日未来ちゃんがショールーム配信で、あれは小島かりんさんの名前を表した K ポーズだったと言っていました、うん、それを聞いて納得したのと同時にかりんさんへの愛、そしてひつまぶしの絆をすごく感じました、ということで。そうなんですよ。そう、でもかりんちゃんもあれ見どころみたいな。そう、なんか3人で集まるところが見どころって言ってくださって、でもリハ映像はかりんさんが見るから、うん、そこで K ポーズはしたらダメやなって自分自身思ってたんですよ。サプライズだったの？そう。でも分かってなかったみたいね、あんまり。なんかしてるなって思ったらしい、かりんちゃんも。で、残念だったね、そのストーリーであげたら、やってくれててんよ。そう。やっぱね、ひつまぶしなんで。そう、ちょうどね、あの、手だけがね、画面に、17ライブのやつで、ね、映ってたん？そう、映ってたん、ちゃんと。そう、なんか、あそこ3人盛り上がりすぎてさ。そう、あの、注意されたんですよ。あ、そうなんだ。真ん中におってんけど、後ろにも人がおるから、見えませんって言われて。もっとしゃがんでくださいって。クレームが来まして。そうなんですよ。まあ、見てください、ぜひ。またね、まだアーカイブ。アーカイブまだ、あ、放送する頃は無理かもしれないけど。今ああ、ダメだ、見てくれたと信じよう。そうですね。はい、それでは次行きたいと思います。ラジオネームあゆうえおさんからいただきました。七尾さんを、テーマにした作品です。では一句。ハウイで可愛さ全開七尾ちゃん。ちょっと。ナンバ新選組公演でハート型ウイルスを披露した七尾ちゃん。可愛い衣装でいつものイケメンダンスバキバキな七穂とのギャップに燃えたよ。さすが NMB1 中身女子の七穂ちゃんやね。それは分からへんねんけど。さあ次はどの可愛い衣装にチャレンジしようか。ミラマリの2人は七穂にどんなおキャワ衣装を着せたい？うん、着ると思ってなくて、あの衣装を、うん、多分ダメくじ、ね、活動してる中で一生着んやろなって思ってて、ね、うん、自分の中で、うんうんうん、まあ、ハード型ウイルスやったとしても、うん、衣装はないなって思ってたから、うんうんうん、そう意外やって。えけどめっちゃ可愛かったね。え、可愛かったよね、うん、マジ、うん、最高。え、じゃあ待って、何を求めてる？かっこいいなのを求めてんのか、可愛いのを求めてんのか、どっちなん？かっこいいなの。じゃあダメよ。けどそれのギャップもいいし、あ、逆に多いかも。そう、あのね、あのその何だっけ、お便りでなんか中身や、うん、あ、女子みたいな。だからね、奈々穂がめっちゃお泊まりした時に眠たくなった時に、おめっちゃ女出してきて。それそれ。じゃあ未来に、ね、じゃあでも未来には一切出しない。あ、え、誰に出した？カリンさんに出した。
もうやばいで。やばかった。眠たい。それはほんまに言ったあかん。あ、言ったか？あ、言ったか。うん。言える範囲だったら。言える範囲だったら、で、なんか未来が枕でガンしばいても。痛い。もうなんかやばかったんな、そんな時は。やばくて。でも未来にそれは一切ない、多分。そんな一面が？めっちゃ可愛かった。見たすぎる。え、眠くなったらナナホは？うん。あ、眠くなると可愛くなるタイプ。うん、女出してくんな。なるほどな。未来にはごめん、出さへんから安心して。一切で出さないと思うよ。安心して。出してください。うん、無理です。はい、いいなぁ。いや、ちょっといい、見れたから未来。いいこと聞いたわ。じゃあ続いての川柳に行きたいと思います。大阪府にお住まいのラジオネームともさんからいただきました。マリンをテーマにした作品です。では一句。意外とね、知られていないパンダ好き。彼女自身のオリジナルキャラマリペンやタキシードサムが好きなことからペンギン好きと思われがちですが、実はパンダ好きなマリンちゃん、推している皆さんからすると周知の事実かもしれませんが、オリジナルキャラクターの影響力ってすごいなぁとしみじみ。例年生誕 T シャツにはマリペンが登場していますが、うん、来年のそれにパンダ要素が入るか入らないのか今から早くも気になっています。そんな見ないでよ、なのもねえ、重かやな。マリンのターンなんだけど、今。ごめん。確かに、ペンギン？マリペンちゃん。いや、マリペンちゃん、ペンギンさんなんですけどね。まあ、パンダも実は好きだったりするんです。けどさ、なんか、あの、グッドスプーンさんでのコラボの時にさ、ハタ？パンケーキにマリペン刺さってたんや。刺さってた。あれ、すごかった。そう、あれ、なんか、本当はさ、ペンで書いてくださいって言われたんですよ。でも、私はイラストがいいです。要望通してもらいました。すごい。いや、パンダが好きなの？いや、パンダ好きだけど、生誕ティーの話してたよね、さっき。生誕ティーの話。生誕ティーは、あの、今年のちょっと考えでは、あの、マリンのイメージのさ、絵文字あるじゃないですか。ダイヤという。それをモチーフにしようかなと思ってます。パンダはダメね。パンダは出てこないかな。マリペンはマリペンは出てくるかな。っていう感じです。でして、トモさん。交互期待。なかったということ。はい。なるほど、お願いします。では次いきますね。はい、兵庫県にお住まいのラジオネームキューピーマート3さんからいただきました。未来をテーマに作品です。では一句。いろいろとメロンジュースでボロボロに。ミラコはゼップ大阪ベイサイドで行われた難波新選組社員のライブに出演していましたね。アンコールの1曲目には HKT48 のメロンジュースが披露されましたが、あの曲でミラコはいろいろと大変な目にあったそうですね。まずセットをしていた髪の毛がぶっ飛んだそうで、激しく頭を振る曲なので頑張ったという証ですね。そしてアレンジしていた T シャツもほどけてきたそうで、一生懸命直しながら歌っている様子が映ってましたね。直したんかい。何でしょうか、一曲歌っただけなのにミラコだけがボロボロになったという感じたのは私だけでしょうか。まあそれだけミラコが全力でパフォーマンスをしたということですよね。果汁 100% のメロンジュースの完成ですね、ということで。果汁 100%？ そう、なんかみんなそのヒロ組はこう T シャツをアレンジするっていうのをしてた。そう、前日にね、してたんよ。でもその私と中野未来と南ハースで電話しながらそれをしてたんよな。で、未来ができひんって言ってて、うちのママとハースのママに聞きながら教えてもらいながらやってたのに、結局何もせずに来たんよ。そう、あの、何もせずにヘアゴムだけ持ってキュッて縛って中に入れようと思ってて、それで取れた取れて、もう無理やって思ってほどいて、もう私だけ何もやってへん。ああ、普通の。そう、夜中の3時ぐらいまで頑張って、未来のね、頑張って何したん？頑張ってリメイクしてる。したん？したよ。え、でも、あの、その予備の女が自分の色。そう、それでひどいのが、塩月ケイトの生誕ティーを切り裂いたこと。違う、あの、ケイト自身の生誕ティーじゃないけど、ファンの方からもらった、なんかファンの方専用の。え、でも実質ケイトのやん。いや、それ捨てて。切ったのに。切ったのに捨てて。最低。最低って思う。それをちゃんとケイトのいるグループラインに切りましたって。送ったん？ひどすぎやろ。公開処刑したな、自分で。そう。でもね、髪の毛もリハーサル中にぶっ飛んで。うん。これは。本番は？本番は、あの、ゴムをね、3本にしてもらって。やば、目がつりつり。確かに。いや、別つってたんよ。そんなこと言わないで。バリつってたんよな。なるほど、だからだったんだね。そう、だから、もう、頭皮痛すぎた。あの曲は確かにね、すごかったから。確かにね。頑張ったということで。頑張りました、頑張りました。頑張りました、頑張りました。では次行きたいと思います。愛知県にお住まいのラジオネーム、プントさんからいただきました。ナナホをテーマにした川柳です。では行く。ナナホ？ナナホ？リュックから
不意に出てきた2冊の本何ナナホとマリンが出演したトーク向上委員会、マリンが考えたトークテーマカバンの中身チェックにてナナホのリュックから出てきたのは BL 漫画2冊だったのです。趣味があるのはなんとなく分かっていましたが、まさにリュックという感じでした。昔さやかさんがBL の好みをラジオで語っていたのを聞いたことがあるのですが、ナナホちゃんの好みも聞いてみたいな。そう、もうマリンにね、うんうん、その日ちゃんと貸したんです、その BL の本、うんうんうん、まだ帰ってきてないけど。いや違う、まだ今読んでる。でもマリンがその本がいいって言ってたから前、うんうん、そう2話を貸したんですけど、うん、あのかなり内容がやばいものを1冊入れたんよ。ナナホはどういうのが好きな、どういうのが好き、え、じゃあこれ買ってみたいよね。え、もう多分これは用語なんですけど、うんうん、オメガバース。オメガバース。オメガバース作品が好き。オメガバね。オメガバースっていうやつがあるんですよ。やば。やばすぎや。ここでパーソナリティ知らせ。そう。こんなラジオで言っちゃうなんて。いや本当に。深夜に聞いてじゃん、これは。そう、マリン、ちなみにマリンもちょっと言っていいですか、うん、マリンはあの兄弟ものが好きです。あ、いいですね、兄弟どうした、あ、兄弟ものすごい、ね、また貸しますね、しかも返せましたね、うん、今読んでるんですよ、お互いね。ではね、そろそろ、はい、一番良かったベスト川柳をね、切られちゃった。続いちゃうからね、選んでいきたいと思うんですが、どれがいい、あれはあの女出すやつ、じゃあこの女出すやつでいいですか。なんなんそれ。はい、ということで今日のベスト川柳は七歩をテーマにした、ラジオネームあいうえおさんの作品で、ハーウィで可愛さ全開ナナホちゃんとなりました。せーの、おめでとうございます。はい、では、ね、ナナホからのメッセージのプレゼントがあるんですけど、え、いいですか、準備できてますか。ライブの煽り風に、なるほど、何ますよ、そのでは 3,2,1,9 みんな、ナナホ型ウイルスにかかっちゃった、かかっちゃったよ。早いんだよ。以上、ジャングル575のコーナーでした。NNB48、みーちゃんこと、中野未来です。ちゃジャングルレディオ目標。皆さんいかがでしたか ?NNB48、みーちゃんとマリンのジャングルレディオ。さて、この番組では、ミラマリスナーの皆様から、私たちへの質問やメッセージを受け付けています。さらにジャングル575のコーナーでは、私たちとジャングルメイトをテーマにした川柳を募集しています。メールアドレスはすべて小文字で jro-thu@esfm.jp です。皆様からのたくさんの投稿メッセージお待ちしてます。お待ちしてます。はい、ということで、もうお別れの時間が迫ってきました。明日金曜日のジャングルレディオは騒音プロジェクトさんがお送りしますので、お楽しみに。ナナホタンもまた来てください。あ、気が向いたらすぐ。それではジャングルレディオ木曜日、お相手は NNB48 の中野未来と勝負マリン、そしてジャングルメイトは河野ナナホでした。それではまた来週。さて、ラスト一言、今回はマリン、今日の感想をよろしくお願いします。ナナホいいね。なんなんそれ。